ワンデイワンシネマこんにちは。えー、第18回は2002年台湾映画、藍色夏恋。いやー、今のね、ちょっとね、爽やかな季節にぴったりの、まあ、梅雨が間に入るんだけど、なんか夏を予感させるような、えー、今日この頃じゃないですか。で、この映画を選びました。 えー、実はね、これ昔僕あの、ツタヤで、邪気者を見て、だから邪気狩りみたいな感じだったんですよ。というのは写真もね、すごい良かったし、えー、っと、そこに書いてあるのがさ、こういうことなんですよ。えー、モンとリン。こう女の子なんだけど、モンとリンは親友同士。そしてリンは、えー、水泳部のキャプテン、チャン。 これはもちろん男の子に恋心を抱いていて、リンはモンにそのラブレターをチャンに渡すように頼むわけですよ。で、チャンはモンを好きになっちゃう。っていう、割にさ、青春映画にありがちなストーリーなんだけど、その後に、しかし、モンにはある秘密が、 点点点とあるわけですよ。これでね、やっぱりね、僕はちょっとピンときちゃったわけ。で、えー、ネタバレになるから言わないけれど、この秘密っていうのが、あ、僕の思ってた通りだっていうことなんですが、まあ、とにかくこれね、すごくいい映画で、えー、切なくも胸に染みる映画。そんな感じですね。 かいまだにみずみずしい感性を持ってる人だったらちょっとキュンとくるなんかこうちょっと泣けるかもしれないし <laughs>、えー、僕のようにこう殺伐としたね、えー、砂漠のような世間で、えー、死に生きている人間もこういう映画を見るとちょっとああいいな若者たちはみたいなそういう気持ちになる映画ですよ。 で、この、えモ、ー、ンとチャン。この二人がね、素晴らしいんですよ。えモ、ー、ン役のグイ・ルンメイっていうのは、この映画が演技、初演技らしいんだけど、うん、すごくいいですね。で、今やなんか台湾の美人女優って言われてるみたいだけど、このアイロ・ナツコイの時のグイ・ルンメイ。 これはね、結構ね、男の子だけじゃなくて、女の子も、女性もね、結構好きな、えー、女優キャラクターみたいですよ。で、えー、っと、僕はといえばね、やっぱちょっと、チェンボーリンに、えー、つまり、ちゃん役のチェンボーリンに、えー、ちょっと一目ぼれしてしまいましたね。いやー、いいですよ。あのー、それでね、 日本映画にも結構出てて、おついち原作の暗いところで待ち合わせとか、えー、山田恵美原作のシュガースパイス。ここにも出ててえ、いいです。でえ、台北に舞う雪なんていう、えー、結構つまんない台湾映画もついつい見てしまいました。この映画は、えー、本当に おすすめです。映画は僕らを夢の果てまで連れていく。チャンネル登録よろしくお願いします。